世話になっております農林水産省の黄昏松岡です。神戸大学の高田です。日本学術会議の連携会員で若手アカデミーの情報発信文化会の委員長してます。長いですね。長いです。日本学術会議さんのその研究者の方でサイバネティックアバター技術っていうもう最新の研究をされてる方がいらっしゃるんですよね。はい、そうですね。日本学術会議の若手アカデミーには頑張ってるだけじゃなくって、そういうめっちゃ面白い研究している人もたくさんいます。で、今回はそのうちの一人の慶応義塾大学の南澤さんにぜひやってほしいなと思ってます。わかりました。今日はまあその方のところに行ってですね、その農業と最新技術を組み合わせて実験を行いたいと思います。じゃ早速その南澤先生がいらっしゃるラボにね行きたいと思います。さてラボにやってきてまいりました。こちらがですね、慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科の南澤教授と博士課程の萩原さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ズバリ先生はどういった研究をされてるんですか？はい、僕らは身体性メディアで人間のこの体の感覚とか体験っていうものをデジタル技術を使って遠くの人とつないだりとか、はい、あるいは自分の場所いる場所と違う場所で行動できるようにする、そういった技術を作ってます。もう難しすぎてついていけないですけど、なんか具体的に見せてもらうことって可能ですか？そうですね、まずじゃあ一番手軽な触覚をデジタルで伝えるっていうのをやってみましょうか。あ、よろしくお願いします。はい、そしたらこちらがテクタイルツールキットって触覚を伝える装置なんですけど、はい、で僕はこれ砂入れますね、はい、ちょっと持ってていただいて入れます。嘘でしょ。でちょっと振ってみてください。サカサカサカ。こっちにもう入ってんのよ、この砂が。感覚的には中にはこう入ってない、入ってないんだけど入ってるかのような感覚なの。え、ビー玉入ってます。え、ビー玉入ってる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 入ってないのよ。入ってない。なにこれ。でこれインターネットに繋ぐと、はい、オンラインでも触覚を伝え合ったりとか、あるいは YouTube に乗っけて YouTube の動画の触感をみんなで感じるってこともできます。すごい。はい、そしてここからが本番なんですけど、農家さんがこう田植えをする時のこの動きとか触覚みたいなのを僕みたいなど素人にその感覚を伝えられるのかっていう実験をしていきたいと思います。で今回ですね、なんとプロの農家さんに来ていただきました。横田農場の横田社長です。よろしくお願いします。横田です、よろしくお願いします。私は茨城県龍川沢岸市というところでお米を作っている農家です。今田植えでめちゃくちゃ忙しい時期です。今日は松岡さんの、はい、立ってのお願いということで来、ね、させていただきました。ありがとうございます。すいません。で実は横田さん農産部門の天皇杯っていうのがありまして、はい、それも受賞されたんです。平成25年ですね。はい、もう多分こんなプロ他にいないと思うので今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあこちらこれから体験いただくロボットなんですけど、はい、これただのロボットアームじゃなくて、はい、実際自分の手を動かして操作するとロボットアームも同じように動く、いわばアバターみたいな状態になってるんですけど、はいはいはい、ただこう動くだけじゃなくて2人で同時に一つのアームを動かすことができるんです。はあ、で何が起こるかというと、例えば熟練の方と素人の方がいた時に、はい、熟練の方の動きを素人の方も一緒にそれを感じながら操作することができて、はい、それを通じて技能の伝承ということができるんじゃないかってことでこういったシステムを作っています。すごいな。早速じゃあちょっとまず実験してもいいですか？開発者の萩原君萩さん最初に、はい、お願いしたいと思います。結構初期からいろいろ連絡とかメールとかいっぱいさせてもらってる、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。じゃあぜひ今日は僕と一緒に融合していただきたいと思います、はい、じゃあ横向きにこうやって動かしていただいてもいいですか？はい、そこに例えば僕がこう縦の動きを入れてあげるとおちょっとこう波打つような感じになったりとかすごい。今度お一人でやっていただきたいと思います。いや簡単ですよそんなこんなの。いやもう二人でこんだけできるんですからね、一、はい、人でできないわけじゃない全然もう、あれなんでどうも横田ですじゃないんですよ形から入る感じですね。わ、はいはい、かりました。いきなりエイヤでやってみる、はい、1回あどうしましょう。これ
とりあえず今キャリブレーションしてイニシャライズするんで、いやいやいや、ちょっとお待ちください。難しい言葉使わないで。はい、これで今、はい、動いてる。はい、ああ、これをいきますか。はい、何ですか。いいですか。はい、おお、いったんじゃないこれ。完璧じゃないですか。もうちょっと見ましょうか。はい、行きましょう。おお、普段どんぐらいですか、感覚的に。じゃあ30センチです。あ、結構広いですね。ますこんなぐらい。はい、おお、小原さん、どうですか。一番あの右は100点なんですよ。でしょ。これなかなか動きました。ちょっと押し付けた後にこう動くんですね。ああ、そうですね。横に押し付ける。そうそう、じゃないとこうそのままスポッと抜けてきてしまうので。あ、はい、さっきあの後ろでオペレーションって見てたんですけど、横田さんがすごい安定してて。ああ、そうですか。うん、はい。横で並んでると、あ、すごいプロだなって。そうなんですか。レンチが本当に安定で、データでも違いが出る。違いが出る。あの田植え機で植えても角とか植えられないところ手でこう捕食するんですけど、このアームがね、田んぼの角にあってこう植えられる感じ。そうすれば人そこに行かなくても、まあそれは現実的じゃないですけど。そういうのってありえるんですか、今後。うん、そうですね。今こういったアバターっていうので自宅からあの働いたりとか、どっかに旅行行ったりとか、まあ、いろんな形で空間を越えて活動するっていうのがどんどん今できるようになってきていて、まあ、田植えはね、田植え機でバーってやった方が早いのかもしれないけど、別に田植え以外のね、これからいろんな作業に発展していく可能性もあるから、それのまあ入り口としてはすごい面白いなと思いました。あの昨日も地元の小学校の子どもたち来て田植えしてましたけども、はい、遠くの子たちとかもね、そうですね、はい、田んぼに来てなかなか田植えできないけど、まあ、映像で見るだけよりも自分でこうね、実際こうなんかそこで土に植えてる感覚とかも伝わりながら植えられたりすると、まあお米がどうなってるのかみたいなことを勉強するとか、そういうのを経験することもできて、それもすごく面白いなと思いますね。最高じゃないですか。これしかもちょっと申し訳ないですけど、はいはい、松岡さんがと全然違います。全然違います。おいおい。すごいスムーズです。最後のそのやっぱりちょっと押し付けるところとかってタイミング僕わからないので、はいはい、そのあたり結構ハッとしました。2回目の時にこのタイミング、あ、こう今ここで押し付けるんだっていうのが今ようやく。完全に違う動きをする人に口でああだこうだ言っても伝わるの難しいですけど、一緒に操作するこのロボットアームがここでこういうふうにこう動かすんだよみたいな、それを伝えられるっていう意味で言うと、確かにこうなんか学習のペースがもしかしたら違うのかもしれないなっていうのは感じました。やっぱ農業ってそういうことがすごく多いですよね。はい、今日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。した実際やってみていかがでしたか、今日は。まさかこのラボに稲を植える日が来ると。そうですね。やっぱりその実際のフィールドとね、こういった技術っていうのが組み合わさっていくと、すごくこう未来につながっていくかなっていうところをすごく感じました。こういったあの研究を僕ら今ムーンショットというこの日本の新しいこう未来を作る技術を開発するプロジェクトで行ってまして、はいはい、このサイバネティックアバターっていうデジタルと体がつながる、まあ、いわば身体の DX みたいなことを目指していて、まあ、そういったことがこれから社会のいろんなところに入っていけばいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。滝さんどうでした。はい、当初思ってたかよりもすごい上手にできて、まあ、正直びっくりしてるというか、すごい楽しかったっていうのもあります。自分たちで作った技術っていうのを実際にこう使っていただいて、感想であったりとか今回みたいないろんなフィードバックを得ることによって僕らの研究の発展にもつながっていくと思うので、すごいあのいい機会になりました。横田さん今日いかがでしたか。はい、ありがとうございました。最初はこれ本当にうまくいくんだろうかと思ってですね、ちょっと眺めから見てたんですけど、やってみたらなんか結構面白いですし、農業ってなかなか感覚でやってることが多いので、やっぱり僕も普段
あの若い社員とかに伝える苦労したりしてるので、まあ、そういうところにもしかしたら役に立つかもしれないなっていうふうに感じましたね。ありがとうございます。この機会に皆さんもぜひ農業と技術みたいなのね未来を想像していただければなと思いますっていう真面目な感じで締めさせていただきます、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。